統括ダイエット整体師の佐藤すみかです。もしかしたらタイトルを見て驚いた方もいらっしゃるかもしれません。実は今根本的な痩せ体質になるための腸活ダイエットの動画を複数作成中なんですが、日頃私の動画を見てダイエットや体質改善に取り組んでくださっている方に感謝を伝えたくてこの動画を作成しました。実は私の YouTube チャンネルが2万人の方にチャンネル登録していただけるようになりました。本当にありがとうございます。皆さんの温かいコメントや応援に支えられてこれまで YouTube を続けることができています。本当に感謝の気持ちでいっぱいです。本当はお一人お一人にご挨拶をしたいくらいなんですが、この場をお借りしてお礼の挨拶とさせていただきます。いつも本当にありがとうございます。そしてチャンネル登録者2万人記念も兼ねて、日頃からこのチャンネルを見てくださっている方にこの動画の最後にはこの動画を見た方だけが受け取れる腸活で根本的な痩せ体質に生まれ変わる最強のプレゼントを用意しています。人生最後のダイエットにしたいという方はぜひ最後までご覧ください。プレゼント発表の前に改めて私のことを少しだけお話しさせてくださいね。私は幼い頃から便秘体質で、またすぐに疲れたり風邪をひいて熱を出したりしょっちゅう薬を飲んだりと、決して健康体とは言えない生活を送っていました。このように見るからに不健康な私にあることが起こります。それは20代の頃、南半球のオーストラリアで1年ほど暮らすうちに、今まで経験したことのない体重増加と、この時の食生活の乱れが後に私を苦しめることになります。これが私の黒歴史の始まりです。私は海外生活で体質が変わってしまい、後のハードな仕事や子育てのストレスで今よりも10キロ太っていただけではなく、顔が腫れ上がって目も口も開かない、顔中が水泡だらけで醜い姿になっていました。見た目ばかりを気にして、とにかく速くなりたいと運動や漢方薬、エステなど、もうありとあらゆることに手を出していました。でもこのような表面的な対処療法で何をやっても結果が出ない、どんなに取り組んでも自分をコントロールできない自分に、もうますます自信をなくして自己嫌悪。周りのママたちはあんなに綺麗で子育ても楽しんでいるのに、私は醜い自分が嫌で、人前に出ることもできず、可愛い娘を公園に連れて行くことすらできない、ダメなままだと、このように人と比べて自分を責めてばかり、もう本当にこの繰り返しでした。そんな中出会ったのが冷え改善の文献でした。冷えは万病のもとという考え方があり、心や体と腸はつながっていることを知りました。その時私が何をやってもうまくいかないのは、腸が汚れているのが原因なのかもしれないと思ったんですね。あなたも思ったことありませんか？なぜ同じダイエットをしているのにスルスル痩せる人と痩せない人がいるんだろうって。何をやっても痩せない原因は何なのか。私はこの腸を整える活動、腸活との出会いを境に人生が好転していきました。今では10キロ痩せて、当時はできなかったお化粧やおしゃれを今では娘と一緒に楽しんだり、あれだけ食べることが恐怖だったのに心から食事も楽しめるようになったりと、今の自分が最高、大好きになることができたんです。過去の私もそうだったように、私のクライアントの方たちも太ったことで体の痛みや体調不良で薬を何種類も服用、また痩せるために無理やり運動してみたり、カロリー計算をしたり、それでも全く痩せずに体重は右肩上がりで、薬の数は増える一方、そんな方でも腸をいたわることで1ヶ月でマイナス3キロ、3ヶ月でマイナス10キロ、6ヶ月でマイナス27キロ、ウエストはマイナス35センチ、あれだけ飲んでいたお薬を卒業、などなど素晴らしい経過が出ています。このようにダイエットに必要なのは、あなたの腸内環境を整えて根本的な痩せ体質に生まれ変わること、これだけなんです。私が教える自律神経を用いた体質改善では、一生使える知識を学ぶというコンセプトを大切にしています。多くの人がダイエットに失敗して結果が出ないのは、その方が悪いのではなく、対処的なダイエットの方法に問題があるんです。根本的な痩せ体質ではない状態でどんなに頑張っても待っているのはリバウンドです。そうではなくて、痩せ体質になるための腸活習慣を身につけること、痩せるのはあくまでも手段であって、その先の未来のなりたい自分は、目的は何のためにが大切ですよね。そもそもなぜ私が根本的な痩せ体質になるためのお話をお届けしているのかというと、
過去の私と同じように体重増加や体調不良で自分に自信をなくしてしまった女性が腸活を通じて本当になりたい自分の姿を取り戻して健康でキラキラ輝く女性に生まれ変わってもらいたい、そしてもっと自分のことを好きになって自信を持ってもらいたいという強い思いがあるからです。これが私が発信している理由です。それでは本日のメインテーマの私からのプレゼントについてお話しします。改めまして本当にありがとうございました。今後もご一緒に美味しく楽しく腸活に取り組んでいきましょうという思いを込めて今回23個の特典を用意しました。正直に申し上げますと、これはさすがにやりすぎじゃないかなって思うほどのプレゼントになっています。制作時間は約半年かかりました。それだけ心を込めたプレゼントです。人数限定で無料でお届けいたします。23大特典の内容を全て説明すると長くなってしまうので、特に受け取っていただきたい5つの特典についてお話しします。まず特典1つ目、美味しく食べて綺麗に痩せる食材と食習慣の秘訣を全解説、電子書籍46ページ、6347文字、食材と食習慣のロードマップです。これは私の腸活食事法をまとめたシートになります。食を制するものはダイエットを制するというように、具体的な痩せ体質に生まれ変わるための食材と食習慣の秘訣を解説しています。特典2つ目、東洋の神秘で体質チェック、キレ痩せ体質になれる5つの秘訣を全解説、電子書籍29ページ、2669文字、キレに痩せる体質を作る秘訣を5つに分けて分かりやすく解説しています。この5つの秘訣はあなたが持っている体質に合わせてそれぞれ5つのタイプでまとめました。具体的に取り組む体質改善法としてぜひ実践してください。特典3つ目、脂肪燃焼みるみる代謝が上がる全身痩せ入浴習慣即実践法を大公開、電子書籍1028文字、普段の入浴法をこれに変えるだけで勝手に全身痩せできる魔法の入浴法です。腸を温めるには食事も大事ですが、簡単にできる入浴法で体の深部内臓までしっかり温めることで代謝が爆上がりします。簡単にできますので今すぐ実践してみてくださいね。特典4つ目、一撃で痩せ体質になる体質別デトックスの法則を分かりやすく解説、電子書籍3741文字、体のゴミイコール老廃物を溜め込んだまま痩せることはできません。もちろん便秘はダイエットの大敵です。便秘かどうかの判断基準は毎日出ているかではなく、不快感などの体から感じる自覚症状の方が大切です。まずはご自分がどの体質かを把握して根本的に便秘改善していくための方法を解説しています。そして特典5つ目、永久保存版人生最後のダイエットが叶う、今すぐ実践できて綺麗に痩せて一生リバウンドなし、腸活ダイエットの全てが分かる合計51分18秒の腸活ダイエット完全攻略動画講義です。こちらの動画講義では私の痩せる体質改善のメソッドが学べます。根本から痩せ体質になりたい、体の不調を改善したい、そんな方には大変役立つ内容になっています。その他豪華18台プレゼントも受け取りください。それでは気になるプレゼントの受け取り方法です。この動画の概要欄にあるリンクをタップして LINE 公式の友達を追加するだけ、とっても簡単でシンプルです。そして送られてくるメッセージの案内に従って受け取ってくださいね。すでに登録されている方も再度登録していただくことで受け取ることができます。ずっと受け取れるようにしてしまうと特典の価値が薄まってしまうので、先着300名様までの人数限定にしました。特典のご希望が多かったらまた実施するかもしれませんが、今のところその予定はないので、プレゼントご希望の方はあっという間に定員に達する可能性がありますので、今すぐ LINE に登録してプレゼントを受け取ってくださいね。中にはこれだけの特典を無料でプレゼントするなんて怪しいと思われる方もいるかもしれませんが、何もありません。感謝の思いを込めて無料でプレゼントさせていただきます。なぜかというと、こうして私が動画の配信を続けていられるのもご覧いただいている皆様がいるおかげさまだからです。今回はそんな皆様へ何か恩返しができればとても嬉しいです。いつも皆様からのコメントに対してお一人お一人大切にお返事していますが、それだけでは足りないと思い、このような形でプレゼントさせていただくことにしました。私の腸活メソッドで根本的な痩せ体質になって人生最後のダイエットでなりたい理想の姿を手に入れてください。今後もまたプレゼント企画などを行っていく予定ですので、今回の企画のように見逃してしまうことがないようにぜひチャンネル登録されてくださいね。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。